皆さんこんにちは。293話救済特集、直近の救済から現在に至るまで内容深掘り編前半を振り返っていこうと思います。この動画を最後まで見ていると思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。287話では2個深掘りしています。まず1個目に掘っていくのは、予定通り聖堂沢村が7階の裏に登板した途端、さまざまなカットが描かれていたので、主が気になったカットをいくつか振り返っていきます。このさまざまなカットを大きく分けると、球場に観戦しに来ている人のカットか、テレビラジオで情報を得ている人のカット。球場カットでは沢村父、若菜、吉川、西野、聖堂 OB、 八谷王子、秋川陽、イナイス OB、 参考。個人的には天久が何か一言言ってくれると思っていましたが、無言。ラジオテレビでは駒田義巻、本郷炎上、西帝東高校、向井乾、鵜久森、梅宮、参考、宮川星名、高見森、薬師、雷蔵、真田。駒台は聖堂、また来年生にとってラスボス。帝東鵜久森は東東京の決勝を控えている高校。一体どっちが甲子園の切符を手に入れるのか。連覇で帝東高校。鵜久森マネージャー、松原の人間力を証明するため、鵜久森に集結した梅宮らの快進撃で鵜久森優勝。参考はもともと今回の決勝戦見るつもりはありませんでしたが、星田がスマホで観戦していた影響で計4名はファミレスで観戦中。続いて2個目に掘っていくのは観客視点について。287話では7回の裏、クリアから沢村へ継投。この継投策について観客視点では、調子の出てきたクリアをなぜ変えたのか、クリアのフォアボールが多いから、1点差だけど逃げ切り体制。ちなみにフリアはこの試合フォアボールの方は5個、球数は99球。また川上が登板できると思っている。川上は今大会準々決勝終了後、右腕に違和感を感じ準決勝から登板不可。決勝前にもう一度石屋の方に行くもドクターストップ。ここで無理をすれば今後の野球人生に関わる。もし甲子園に行った場合、その甲子園で川上は確実に復帰できる。この医者からの打診もあり、川上は納得。準決勝では登板できなかった影響から、普段では見せない行動や態度をとっていた川上。しかし決勝戦では声を出しベンチワーク。この試合登板することはできませんが、裏方としてチームに貢献しています。ちなみに川上は家の事情もあり、高校野球を持って野球から手を引く予定。今回の決勝戦で聖堂が優勝し甲子園に行くようであれば、川上は甲子園編から復帰。しかしもし今回の決勝で聖堂が負け、イナイスが甲子園に行った場合、川上は不完全燃焼で高校野球引退。こうなった場合、川上は大学野球もしくは社会人野球で野球を継続するかなと思います。一体どうなる川上。218話では参考を深掘りしています。まず1個目に掘っていくのは回想シーンについて。218話では沢村対神宮寺の1回目の対戦中、両者異なった回想シーンが挿入されていました。神宮寺の回想では、昨年の夏祭決勝、現在対戦している聖堂沢村が1年生として好投。この好投シーンを当時メンバー外だった沢留らと一緒に観戦しているシーン。来年も再来年もイナイスの前に立ちはだかる。ということはアクト3もある。ちなみに昨年の夏祭決勝、スタンドで観戦していたメンバー1名、顔と名前は不明でしたが、沢留め杉、神宮寺、江崎、この4名は全て沢村と同学年。神宮寺を除いた3名、今回の決勝では神宮寺と同じ気持ちで沢村との対戦に挑んでいると思います。沢村の回想では、昨年の夏祭決勝という関連では神宮寺と一緒ですが、別のシーン、イナイスが優勝した瞬間。昨
昨年沢村は9回の裏1点リードした状態で3番手としてマウンドに上がっていた。しかし西東京大会優勝並びに甲子園まであと1人とするも2番白川にデッドボール。このデッドボールを皮切りに試合の流れは完全にナイスへ。セイドは沢村から川上に継投するもフォアボール連続タイムリー。結果セイドは4対5でイネッツに敗戦。沢村はこの敗戦を糧に猛練習。現在は球速、球種、制球力、スタミナ全てがレベルアップ。背番号1になるまで成長し最強3への道を歩んでいます。続いて2個目に掘っていくのは沢村対策について。288話ではイナイス8番神宮寺が沢村対策として、今回の決勝は6回まで110キロを超えるクリアのまっすぐを見ていたことから、沢村のナンバー4と同じ球速で変化するナンバー7ない、こういったナンバーズを変化しきる前に叩くためバッターボックスの目いっぱい前に立っていた。沢村のまっすぐはクリアのまっすぐと比べて10キロ近く遅いですが、その分沢村は出どころの見えない投球フォーム、また練習試合でも複数の選手が言っていましたがスピンがすごい、つまり沢村のまっすぐは普通のピッチャーが投げる140キロよりも体感速度が速い。案の定この神宮寺の対策は通用せず、3球目ナンバーナインをバットに当てるもショートゴロで凡退しています。続いて3個目に掘っていくのも沢村関連について。288話では7回の裏からマウンドに上がった沢村が8番神宮寺、9番江崎、計2名のバッターと対戦。神宮寺はナンバーナインでショートゴロ、江崎はナンバーセブンでセカンドゴロ。現在のナンバーナインは打たせてアウトを取るボールとなっていますが、ナンバーセブンに関しては空振りや三振を奪う割合が多いボール。そんなナンバーセブンを9番江崎は凡退したものの初見でバットに当て、しかもフェアゾーンに飛ばしていた。この結果からやはり沢村は準決勝の疲労の影響で万全な状態ではない。リスナー様からいただいたコメントでも、沢村は神宮寺との対戦2ボールとなったところで深呼吸、この深呼吸をしたことによって表情から硬さが取れた感じがしたので、今のところ疲労が一番の可能性。まず神宮寺が初見でナンバーナインをバットに当てたのは真ん中付近だったこと、もともと空振りを取るボールというより芯を外す目的の方が大きいボールであること、神宮寺はこの2打席フリアから全てフォアボールを選び出塁するほどの好打者であったこと、大きくこの3つが作用したため神宮寺はバットに当てることができた。しかし芯を外すよりも空振りを取る目的が大きいナンバーセブン、このナンバーセブンを9番江崎が初見でバットに当て凡退したもののフェアゾーンに飛ばしていた。どちらもイナイス側が対策をしっかり練っていたにしても、参考が初見で当てることにすら苦戦していたボールを昨年の沢村で苦戦していたイナイス、しかも下位打線がこんなにも簡単に当てていた。原因としてはやはり沢村は深呼吸をしたとはいえ本調子ではないこと。しかしみゆきがナンバーズは沢村のまっすぐと連動したボールであり、まっすぐが本調子ではないとナンバーズの精度も下がってしまうという言葉通りの現象が起きたせいで当てられてしまっているのかと思う。なのでまだ投げていないまっすぐを今後投げた時にキレがなく打たれてしまう可能性が高い気がする。この続き並びに他のリスナー様も今回の件でコメントをしているため、ぜひこの動画のコメント欄を見てリスナー同士で意見交換してみてください。289話では参考を深掘りしています。まず1個目に掘っていくのはインコース封じについて。289話では昨年の夏野決勝と同じくイナイス神谷がインコース封じをするため、しかしこの作戦現在の沢村には通用せず、1球目アウトコースのナンバーナイン、2球目球速の上がったナンバーフォー、2球連続のファールで簡単に追い込まれてしまった神谷。ここで主が疑問に思ったのは、
イナイツナインは準決勝で好投していた青銅沢村のピッチングを映像また生で見ている。そのため沢村が昨年とは違い、インコースだけではなくアウトコースにも投げることのできる制球力を持っていることは知っているはず。それなのになぜ今年もイナイツは同じ作戦を決行したのか。少しでも沢村のメンタルを動揺させるための作戦。昨年はこの作戦に沢村がハマってしまい、青銅はイナイツに敗北したので、このインコース打ちという作戦をもう一度読者に伝えたかったから。リスナー様はなぜだと思いますか？思いついた方ぜひコメントを回しております。続いて2個目に掘っていくのは回想シーンについて。今回の289話でも複数の回想シーンが挿入されていました。主に沢村関連と神谷関連。沢村関連の回想は神谷との対戦前と3球目終了後。神谷との対戦前、沢村は今年もイナイツがインコース打ちという作戦を決行したため、昨年の夏祭決勝で沢村が白川の頭にデッドボールを当ててしまったシーンが挿入されていました。3球目終了後に関しては、沢村の1年夏祭終了後から2年夏祭前までの成長過程を振り返るような回想シーンが挿入。全部で3シーン。1つ目、沢村は1年夏祭終了後、白川に与えてしまったデッドボールの影響でイップスを発症。このイップスの影響で沢村は秋田途中までインコースにボールを投げることができなくなったので、当時3年生だったクリス先輩からアウトコースに投げてみないかという提案に乗る。正直イップスになったおかげで沢村は早い段階でアウトコースにも投げることができる制球力がついたと思います。2つ目、沢村が1年生で挑んでいた秋田期間中、まだそこまでチームから信頼されていない落合コーチから教えてもらったチェンジアップを使用し、準々決勝の親戦で大谷のバッターからチェンジアップで三振を奪うシーン。沢村はこのチェンジアップを習得したことで覚醒。事実、制度の中では初めて沢村が公式戦で9回完投勝利をしています。3つ目、沢村が2年春対後の練習試合で好投しているシーン。主に白龍戦と青鵬戦の2試合。白龍戦では沢村が2年生になってから初めて9回を1人で投げ切る完投勝利。沢村はこの白龍戦での好投もあり、メディアにも特集され、青銅には振り以外にもすごいピッチャーがいるということを徐々に全国へ発信。青鵬戦では三木不在の中、沢村が8回途中を投げ、白龍戦同様勝利投手に。沢村がピッチャーかつ2年生ながらチームを引っ張っていく姿が垣間見えたシーン。正直このシーンを見たことで、沢村が2年生で迎える秋田、つまり新チーム、この新チームで沢村がキャプテンを務めるのもありかなと思ってしまいました。神谷関連の回想は沢村と同じく3球目終了後。回想内容としては、神谷が中学生の時、当時別のチームで同級生だった成宮から初めて声をかけてもらったシーン。俺と一緒に最強のチームを作らない。この成宮からかけてもらった言葉を機に、神谷成宮と同じ高校に進学することを決意。俺の道ができた。以上、今回は293話救済特集、直近の救済から現在に至るまで内容深掘り編前半を振り返っていきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。